日高さんのおうちでラジオ @YouTube。 明けましておめでとうございます。2024年最初の更新です。皆さんお元気でしたか？年末年始は楽しく過ごせましたか？いやいや、私もですね、12月の30日までなんだかんだと、お仕事をしておりまして、お正月はですね、家族と一緒に過ごすという感じだったんですけれども、やっぱり何でしょうね、お正月っていうのは、今年はなんといっても紅白歌合戦が私は楽しかったですね。すごくなんか懐かしい曲もたくさんあったし、なんだろう、自分のツボにはまるような、そういう構成で本当に楽しいなと思って最初から最後まで見てしまいました。今年の仕事始めは、私はこのおうちでラジオが仕事始めっていう感じになりますよね。ちょうどいいかもしれない。やっぱり長くね、こう仕事用の何でしょう、喋り方をしてないから、ちょっとね、おうちでラジオの収録前に発声練習なんかをして、わ、久しぶりだな、なんかういろうり読むのみたいな感じで発声練習をしてきたりとかしました。ちょっと朝一といえばのお話なんですけれども、お正月早々びっくりしましたね。なんと副島くんが、楽技のコーナーで一緒に番組をやっている副島くんが結婚されたという結婚報告を X で知って、本当に驚きました。昨年12月に朝一の忘年会があったんですけど、私ちょっとお仕事で行かれなかったので、もしかしたらその時にそういうお話になったのかな、なんていうこともね、想像しながら、いやでもね、年明けね、そのこの結婚なんていうのかしら、した早々の、新しい夫と書いてニー夫、そんな言い方ないですよね。ねえ、副島くん、いやでもなんか嬉しいな。まあ今年は本当に年の初めからいろいろなことがあったりしてね、心が暗くなりがちだったりとかしましたけれども、心配なことも多かったような気がします。でもそんな中で、こう人が幸せになっていく姿というのは、やっぱりね、心の潤いになるというか、なんか副島くんのその結婚報告にちょっとね、ほっこりさせてもらったなっていうところがありました。副島くん、本当にご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに、そしてありがとう。さあ、そしてその後ですね、私は、1月の13日土曜日、14日日曜日の2日間、こちらは品川のクラブ X でリードピア、リーディックシアター、鳥籠の方に出演いたします。なんかこんな年明け早々皆さんの前に姿を現すなんてみたいな、言われてみれば12月も結構ね、28日まで舞台に立ってましたから、まあ、今年は何でしょう、舞台で終わり舞台で始まるみたいな感じもちょっとあるのかなと思ったりして、今一生懸命台本を読み込んで立ち位置などの確認をしたりとか、あとはその来たるべきね、最終のリハーサルに向けての準備段階というか、今そんな風に日々を過ごしております。で、今回はボイサリオンスプーンの盾の方が止まった形でね、まあ、自分の席が決まっていて、椅子に立ったり座ったりしながら、まあ、おしゃべりするというような朗読劇だったんですけど、今回の鳥かごの方は円形ステージで、まるで普通のお芝居のようにぐるっと囲んでくださったお客様が、皆さんが楽しめるような立ち位置であるとか動きであるとか、そういうことを意識してつけられているので、本当にまあ、そういう意味ではスプーンの盾とは対照的にものすごく動くステージになると思います。なので読むということだけじゃなくって、まあ、演じるということだけではなくって、動きというところが加わってくるけれども、でもね、お芝居のリハーサルのようにはたくさんお稽古してるわけではないので、みんなが自分で復習をしたりとか、頭の中にこう叩き込むような作業をしたりとか、そうやって本番に臨む、みんなでこう、最終的なリハーサルで集まった時には、もういつこう舞台に立ってもいいような状態に仕上げておくっていう風にしなくちゃいけないなと思って、私も今頑張っているところでございます。14日千秋楽の2公演は配信も決定しているということですので、東京でばっかりの公演に私は出演してしまっていて、なかなかね、遠くの皆さんからは来ていただきにくいようなことになってるんじゃないかと思うんですけれども、この鳥かごの14日千秋楽は配信があるということですので、ぜひね、来られない方はですね、配信でご覧になっていただけたら嬉しいなと思います。詳細につきましては鳥かごの公式サイトでご確認ください。日高さんのおうちでラジオ、おうちでラジオ、おうちでラジオ。さて、今回のメール投稿のテーマは、どうする声優40周年です。
2024年に声優活動40周年を迎える私に期待することとかやってほしいことなどを皆さんから募集しました。たくさん届いてますのでご紹介していきましょう。まずは福岡県のワンダーさんから、2024年のんこさんにやってほしいことは全国ツアーをやってほしいなと思います。大掛かりなものでなくとも、例えばトークショーだったり書籍のサイン会だったり九州にも来ていただきたいなと思いますって。これはね、本当に私が転職は声優を発売した時にやりたかったことがまさにこれなんですよね。どこかでできないかなってね、実はの心の中で未だに残ってます。これちょっと考えていきたいですよね。実現させたい。そして私の方から皆さんのところに訪れるということをねしてみたいなと思ってます。大阪府佐藤陽介48歳おいおいさんから、元気な女の子のキャラクターをしてほしいですって。そうなの？そろそろ日高さん落ち着いてくださいじゃないんだ大変だこりゃ。広島県の塩地くんから、のんこさんの声優40周年記念でぜひやってほしいことはキャラソンてんこ盛りのお祭りライブです。のんこさんが声優としてご出演された数えきれないほどの作品の中からいくつかのキャラクターをピックアップして、のんフェスのランマコーナーのように共演者の皆さんと歌やセリフを生でやってもらえたら最高です。どうか願いが叶いますようにということでいただきました。そして愛知県の宮西実さんから、あらゆることをされてこられているのんこさんなのでかなり悩みました。私の希望はのんこさん原作脚本の朗読劇をやってほしいです。いやー、どうでしょう。出演者はのんこさん、佐久間玲さん、林原めぐみさん、山口勝平さん、山寺宏一さん、高山みなみさん、井上紀子さんのランマ2分の1メンバーで素敵な作品になること間違いなしです。いや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 、キャストは最高だが内容がね伴わないと。舞台化していただけたらこの上なく幸せですが、ドラマ CD の携帯に実現していただけたら嬉しいです。いや、これなんか、いや、みんなね、私が頼んだらやってくれると思うよ。40周年のお祝いだからぜひ参加してって。でもなんかみんなにね、拙い私の脚本でね、のこさんこれどういう意味かなって聞かれちゃったらもうアウトみたいなところがあるよね。いやー、原作脚本、私エッセイとかは書いたりするの好きだし、なんかエッセイってラジオの延長線上にある気がして、自分の言葉で自分のことを語るみたいな、自分の思ってることを話すっていうところが似てるなと思っていて、そういう意味ではね、抵抗が全くないというか、むしろ好きだけど、書くよりも話す方が楽っていうのはあったけれども、でもね、つながるけど、自分の中でその物語を生んでいくっていうのが私の中にはね、今のところない、かけらもないな。だからそういう意味では佐久間玲ちゃんなんてね、本当自分で物語を書いたり作ったりっていうことを日常的にされてるのですごいなって思う。でメグなんかもね、物語ではないけれども作詞をたくさんしてるでしょ。だからその音楽に乗せて自分のメッセージをちょっとこう空想の世界をイメージしながら書いていくみたいなことをしてるから、すごいなっていうふうに思うし、いやー、ほんとみんないろんな才能にあふれているよね。まあそんな中で、まあ、私が何ができるかな、書けるかなって思っちゃうけど、まあでもそういうご希望があるということだけは心の中に、はい、しまっておきたいと思います。鳥取県の京子さんから、今でも桜大戦やランマのキャラクターソングをよく聞いています。2024年も日高さんの活躍を応援しています。ありがとう。やってほしいことは声優活動40周年の中でも共演が多い方や仲がいい方とのトークショーやライブをしてほしいです。日高さんとのエピソードを知りたいです。特に山口勝平さんや林原めぐみさん、高山みなみさん、井上紀子さんとのトークを聞いてみたいです。おー、早乙女家天童家揃い踏みっていう感じですよね。こうやってなんか思うと、皆さんの心の中にもそのランマ2分の1で共演したみんなと私のエピソードっていうのが心に強く残っているっていうきっとことですよね。で、私自身もやっぱり同じで、もう何度もいろんなところで話してるから耳にしたことがある方もいらっしゃるかと思うんですけども、やっぱりタッチの頃などは先輩方に囲まれてついていくのに必死だった思い出が自分の中にすごくあって、
って、でそういう意味ではランマ2分の1はぐっと年齢層が若返って自分と同じくらいかそれより下のね、まあでも年の近いあのキャストと一緒に、とてもねなんか学校のような感覚のなんか楽しさみたいなものがもちろんお仕事なんですけどあったなっていうのがあって、私にとってはねやっぱりそういう意味で本当にハイパーナイトとかにカッペイ君とかねあのめぐちゃんがお仕事としてではなくてラジオが楽しいから遊びに来るみたいなノリで遊びに来てくれたりとか、なんかそういう歌手でデビューしてなんとなくそのこの業界のルールみたいなものが自分の中にこう育まれてしまった中でデビューしたばかりのカッペイ君やめぐちゃんのまだなんだろうね学生気分が抜けない感じの楽しい楽しいやりたいやりたいっていう感じでラジオに遊びに来てくれるっていう姿がすごく新鮮だったし、だからこそものすごくあの自分の思い出としてね強く残ってるのかななんていうふうに思うんですけれども、やっぱりそうかってなんかね、そういう意味ではじゃあ皆さんはあの昨年の小籠包図は最高でしたねあのカッペイ君とキッコちゃんとねなんかいろいろとこう楽しかったので、またなんかそういう風にみんなでねできたらいいなと思ってます。長野県の南風さんから、私が日高さんに期待しながら望むことは2つあります。1つは NHK の朝ドラへの出演です。近年の朝ドラはお笑い芸人や声優さんが出演しているので日高さんにも出番があっても良いのではと思いながら朝ドラを見ております。2つ目は来年の2025年3月末にはアニメタッチが放送開始から40年を迎えるので、ファンとしてはいろんなイベントをやってほしいなと思います。できれば三谷さんと和也役の南波さんと3人でのトークも聞いてみたいです。タッチからもう40年になっちゃうのね、ほんとそっか。朝ドラね、私朝ドラと大河はねあの欠かさず見ているあのコンテンツなのでね、いつかそんな機会があったらね私自身も嬉しいなっていうふうに思います。茨城県七夜の願い星くんから、どうする声優40周年こういうの考える時間が楽しいんですよねってありがとう。40周年にちなんだ40チャレンジ、例えば〇〇を40回やるとか、いい景色を40箇所撮影するなど、日常のできる範囲で気が向いたらやるみたいな感じでの配信企画です。そっか、なるほどね。声優デビュー40周年記念ライブ、これは十分な下準備が必要かと思うので今から企画は難しいかもしれませんが定番かなと思います。そして声優デビュー40周年記念のディナーショー、こちらも下準備が必要かと思いますが個人的にもいつかあったらいいなと思っている企画です。好き勝手書いてしまいましたが、このメモリアルイヤーに何が待っているか楽しみにしてますねって。本当何かできるといいんだけどね。そっか、まあ一番やりやすいというか可能性が高いのがいい景色を40箇所撮影するみたいなのはいいような気がしますけれども、でもそうですよね、何かまたイベントができたらいいですよね。さすがにディナーショーは敷居が高いような気がするけど、何かやりたいな私も。大阪府のしましまんさんから、声優40周年を迎えられるのんこさんに期待することですが、それはもっともっと関西に来てください。コロナも5類になったことですし活動範囲を広げてほしいです。ノンフェストまでは贅沢は言いませんので、ぜひぜひいろんなイベントをとささやかに期待していたりしています。ディナーショーなんていかがですか、なんてもし実現するのはぜひ行きたいです。何口裏合わせた？合わせてない？びっくりした。ディナーショーっていう言葉が出てくるだなんて。でもそうなのね、きっと年齢から考えるとなんとなくライブハウスよりもディナーショーが向いてるかなってみんな思うのかな。でもやっぱりディナーショーっていうとやっぱりこう歌手活動をねもうずっと続けてらっしゃる方とかミュージカルに出演されてる方とかそういうイメージがすごく強くあるので、カジ君とかなんかティータイムになんかちょっとトークショーみたいなのやったりとかしてるよね。あ、そういうやり方もあるんだなってね X で見たりとかしてね、なるほどって思ったことがある。なんかディナーまではいかなくてもね、なんかティータイムの何かみたいなことだったらできるのかなね、またちょっと考えてみたいと思います。大阪府のちゃちゃちゃの茶太郎さんから、
声優40周年ってことで、日高さんにやってほしいことはコロナも終わったことですし、ライブやお芝居も本格的にできるようになってきました。そこでディナーショーお願いして、おかしいでしょみんな、おかしいでしょね。誰かなんか今度の40周年企画でみんなでディナーショーって言おうみたいな、なんかそういうのありました？なんかちょっと驚いちゃうんですけどね、びっくりですよね。ぜひ美味しいものを食べながら日高さんの歌やミュージカルなどのお芝居を、できれば東京湾クルージングをしながらなんていかがでしょう。日高さんのアニバーサリーですもん、これぐらいド派手に行かなくてはって、すごいこと言いますね。そっか、なるほどね。いやー、思いは伝わりましたよ。ちゃちゃちゃのしゃだろうさん、しましまんさん、そして七夜の願い星さん、お三方、とても怪しいお三方受けたまわりました。滋賀県のロプロスさんから、2024年日高さんにやってほしいことはラジオ番組の DJ に復活してほしいです。今はラジコで全国どこの地域の放送も聞けるので、できればまたどこかの局で毎週番組をやってほしいなと思いますって。ラジオいいよね。私も今年の目標としてですね、車の運転を、練習するっていうのがあって、今まで例えばその旅先でレンタカーを借りた時、車の少ないところ、まっすぐな道が多いところでしか運転しない私だったんですけど、もうちょっとやっぱりね、両親も年老いてきましたし、やっぱりどこかに行くという時に車がすごく便利だったりするので、乗せてあげられるようにね、お休みの日を利用してね、ちょっとこう練習したいなと思ったりして、運転するというか乗るのもすごく好きで、でそういう時にやっぱり Bluetooth で音楽を聴くのもいいんですけれども、例えば旅行に行った時には旅行先の放送局の、例えば FM 局のねとか AM 局のラジオを聞くっていうことをするんですけど、でそうすると DJ の方のおしゃべりとかを聞いていて、うん、私もそう思うって思う時もあるし、そんなこと思ってるのみたいなところもあるし、あ、地域ならではだなと思ったりとかするし、その話の流れからそのリクエスト曲がかかるっていう展開が、なんかすごく昔ながらなんだけど落ち着くなって思うところがあったりして、なんか私もそういう、ラジオ番組ができたらいいななんて思います。いいですよね、ドライブのお供に聞いていただけるようなラジオ番組やってみたいな。兵庫県ののこと花丸さんから、今回のテーマ声優活動40周年に期待すること、やってほしいことですが、かなり難しいのは承知の上で、言うだけはただだから書かせていただきます。それはおうちでラジオの公開収録をやってほしいです。ダメ元で期待していますっていうことなんですけども、いや、案外とできるんじゃないかなって思っちゃった私案外と気楽になんかできちゃいそうな気がするな。ねえ、そうか、おうちラジオの公開収録いいですね。いいかもしれないですね。そうね、なんかそんなに大きい場所も必要なさそうだし、できるかもしれない。うん、案外といいかも。動かすスタッフが少なくて済むし割となんかこじんまりとした携帯なので、ヒュッヒュッて身軽に行けそうな気がします。長野県のトゥルーラブさんから、ありえるんじゃないかと密かに期待しているのですが、日高のり子アクスタの制作というのはどうでしょう。もし作っていただけるのなら、私のデスクの真ん中にいる大泉洋さんのアクスタの横にのうこさんを飾らせていただくつもりです。のうこさんを眺めながらこのラジオを聴けたらもう最高ですねって。そうか、アクスタってなんかこの間追求楽技でやってましたけれども、スマホで簡単にできるっていうのを副島くんがやってましたよね。あれで手作りして、でそれをどうしようかな、プレゼントでもいいんだけど、試しにスマイリングの物販コーナーに置いてみる。でもすごく売れなかったら傷つくしね在庫抱えちゃってね、なんかうちに飾りまくるのもちょっと悲しいから。でもなんかこのアクスタもできそうな気がするね、ちょっとやってみたいなと思いました。ということで、今回もたくさんのメール皆さんありがとうございました。次回更新分のメール募集のテーマは、一周回って
ふつおたでいただきたいと思います。はい、近況報告でもいいですし、あとはその私に対する素朴な疑問とかでもいいですし、お悩み相談とかでもいいですし、なんかせっかくねラジオの DJ って話が出てきましたので、ちょっと原点に帰ってですね、普通のお便りという形で普通のメールを募集したいと思います。メールの投稿はのりこひだか .com のトップページにあるメール投稿フォームのリンクバナーからお送りください。日高さんのおうちでラジオ、おうちでラジオ、おうちでラジオ。では最後にメールを紹介します。千葉県のひろきさんから。日高さん、明けましておめでとうございます。年末のスプーンの盾、90年代声優会かっこカッペイさんカレーム会とおかわりでひな祭り会を拝見させていただきました。どちらもすごい熱気が伝わってきて、今でもまぶたに焼き付いています。個人的に印象的だったのはコルシカでのマリーを古き友人として扱うナポレオンのシーンでしょうか。あれだけ流星を極めた皇帝が失脚してもマリーには友人として心を開いていたというところにキュンといたしました。日高さんのマリーとても素敵でした。今年は声優40周年ということでお忙しいこととは思いますが、体にはお気をつけてお過ごしください。とありがとうございます。そうですね、90年代声優界そう思わずカッペイ君がカレームで、で私がマリーで、大塚明夫さんがナポレオンで、タレーランを高木渡君がやったっていうね回だったんですけども、なんかすごく温かい回でしたよね。なんかこのメンバーだけでセリフを交わし合うっていうことが私にとってはとても新鮮で、なんかすごくねジーンと来てしまったりしたんですけども、まあ、ひな祭り会はねもう本当にそういう意味ではなんか女子の熱量すごいなっていう感じ、熱いなっていう感じがすごくした回でしたね。あとはそのパクちゃんと尾形めぐみちゃんのアドリブね、アドリブ合戦、あれもすごいなっていうふうに思いましたね。でもこのスプーンの盾、東京公演が終わった後に打ち上げがあったんですけれども、まあ、そこにキッコちゃんも来てたりとかして、で音声さんとか照明さんとかね、そういう裏で支えてくださった方たちともお話をしたりとかしたんですけども、やっぱり皆さんは全員分を見ているわけだから、自分の中でのナンバーワンなんとかっていう、なんか一つのセリフでも人によって言い方が違うでしょ。その中でマイベストこのセリフみたいのがなんかあるって聞いて、私とキッコちゃんはドギマギしちゃったんですけれどもね、やっぱりこう一つの役をダブルキャストではなくてものすごい人数で演じるっていうことは、他の人がどんな風に演じてるのかとか、そのこの場面をどういう解釈で演じてるのかとか、もう気になることはすごくたくさんあって、でキコちゃんなんかもスプーンの盾のね感想なんかを見て、なんとかさんのこのセリフがこう来ましたっていうような感想を見たりすると、えどんな言い方したんだろうってすごく気になったみたいなことを言ったりして、でそうしたらスタッフさんがダメだよそういうのは気にしちゃうみたいなことを言ったりとかして、なんかね本当に刺激的だったけどすごく怖かった正直に言うと。でも文王さんはなんかそれぞれの個性を生かした形で、その人の持ってきた、例えば私の役のマリーがそういう感じで来るならここをこうした方がいいっていう個人個人に特化した形の、まあ、演出だったりとかしたので、被らないっていうね。でそれで皆さんに見ていただく皆さんには楽しんでいただけるんだけど、どれが正解だったのだろうなんていう風に考えちゃったりすると夜も眠れなくなっちゃいますよねでも本当2回も見てくれてありがとうございました。石川県のさくらさんから、日高さん明けましておめでとうございます。新年早々石川県で地震がありましたね。私は祖母の家に行っていて、大津波警報が発令されていた地域にいたので高いところに避難していました。津波は怖いものと分かってはいたけど、実際に危険にさらされないと本当の怖さは分からないんだなと思いました。今は家に帰ってこれたのですが、揺れは続いているので不安ですが、日高さんの声が聞ける環境にあるだけで幸せです、ということで本当ありがとうございます。まず本当に元日に起こった石川県、ね、の方での大地震は本当にびっくりしました。東日本大震災以来、各地でちょっと震度の大きいね、揺れの大きい地震があったりすると速報でニュースで流れたりとかするんですけれども、その津波の警報が発令されたっていうのがすごく自分の中でもドキドキした瞬間でもあって、
でそれがあの揺れが続いていて、だんだん被害がこうなんか分かってくるにつれて、あお正月本当にみんな穏やかにね新しい年を迎えたところで、本当に能登地方の方々、地震に遭われた方々はね、お正月の一番こう誰もがのんびりとした心積もりでいる時にこんなに怖い思いをしてしまってっていうことで、大変なことになったなっていうふうに感じました。本当にあの地震の被害に遭われた皆さんにはあの心からの、お見舞いを申し上げたいと思っております。でも本当にあのおばあちゃんもね、あのご無事でよかったし、こうやってあの今お家に帰ってこられたこともよかったと思うし、でもまだまだその本当の意味でのね日常を取り戻すには、復興までには時間がかかるのかなっていうふうに思いますけど、あのその時にね心の拠り所になれるようなおうちでラジオを続けていけたらいいなって、あの私も思ってますので、ぜひなんかちょっと不安な夜とかは、あのこの私のおうちでラジオ何回でも聞けますのでね、過去のアーカイブもありますのでね、あのいつでも聞いてですね、あの皆さんの心に寄り添いたいなというふうに思っております。さてこの後更新されます日高のり子オフィシャルメンバーズスマイリングの皆様だけにお送りする日高さんのおうちへラジオアットスマイリングでは、2023年下半期の活動を振り返りたいと思います。今回もお聞きいただきありがとうございました。お相手は日高のり子でした。それではまた次回、バイバイ。日高さんのおうちへラジオアット